明日から本気出すブループラネットの富山です。ということで今回なんですけども、まあ僕最近ちょっと疑問に思ってることありまして、人間が持ってる大事な要素として性格と容姿、この2つがあると思うんですけど、どっちの方が大事かっていうのをちょっと疑問に思ってまして、でまあ僕の富山調べで街頭インタビューを100人に行ったところ、なんと50対50の結果だったんですね。そんな中101人目にY 君の方に聞いてみたんです。そしたら、顔可愛い子だったらどんなに性格悪くても許せる、可愛い子最高って言ってました。まあ僕は絶対性格が大事だと思うんですけどね。まあでも僕としては YouTuber として上を目指していきたいっていうのがあるので、やっぱりその見た目だったりっていう要素も重要になってくると思うんで、まあ今回はほとんど化粧とかをしたことない僕が化粧を初めてしてかっこよくなろうっていう企画です。それでは早速やっていきたいと思います。君の瞳にレボリューション。お母さん化粧品取って。うお、ヒロインメイク、目尻に強い。今コロナ禍っていうこともあって、みんな女の子も目元しか多分メイクしてないから、もう僕も目元だけメイクをやっていきたいと思います。いや本当に初めてやるからね。最初これでいいのかな。アイライナー、アイライナーでやっていきます。どこに描くんだろう。目つぶる、つぶっていいんかな。うん、潰れちゃった。繋がってないからいかない。誰？もう一個お願いします。キャンメイクで、色は何でもいいんだけど、ちょっとピンクでやってみるかな。この辺にね、こう入れる感じだよね、多分。ということで完成しました。こっちだけやったんね。え、待って、これ目殴られた人やん。クソみたいな動画でごめんなさい。動画も何も見たことない僕がこのメイクです。それを成長できるように、まあ、いろんな動画とかを研究してやっていくんで、よろしくお願いします。バイバーイ。